セントアンサンディポイント教区は、セントクリストファーネービスのセントクリストファー島にある行政教区の一つ。面積は12.8平方キロメートル、人口は1922人。面積は14教区中13位、人口も12位と、かなり少ない部類に入る。世界遺産のブリムストーンヒル要塞国立公園が、教区南部、セントトーマスミドルアイランド教区の境界線上に、 所在している。主要都市のサンディポイントタウンは、同国立公園の入り口として知られている。サンディポイントタウンを、教区の行政中心地とする場合があるが、公式には、行政中心地は存在しない。セイント・キッズ・アンド・ネイビス・ガバメント。中央情報局。2021年7月6日閲覧。フェデレーション・オブ・セイント・セント・クリストファー・ネイビース。 シティポピュレーションで2021年7月6日閲覧。パリッシュズオブセイントキッズネイビス。STATOIDS.COM 2021年7月6日閲覧。ありがとうございます。